チャット GTP の基礎解説ということで、発表資料の方をお話しさせていただければと思います。はじめにということで、去年の11月ですね、チャット GTP が発表されましたが、今でも結構話題になっています。日本語を含めて利用者の問いかけに対して回答を返してくれる今見たようなサービスです。無料でも使えますので、ぜひ使ってみてください。一覧表にしたり文面を作ったりみたいなことが簡単にできますので、初めて触られる方、内容に感動できるようなものになっているかと思います。今日の内容なんですけども、それ自体もチャット GTP に決めてもらいました。この、質問を投げかけたところ4つのセクションを、提案してくれましたので、こちらに沿って補足しつつ進めたいと思います。まずはチャット GPT とは何かということなんですけども、自然言語処理の AI チャットですよと、まあ、一言で、表すことができると思います。日本語にも対応した AI によるチャットです。現時点ではプレビューっていう扱いなんですよね。まあ、そこはご注意ください。二つ目に、OpenAI が開発してます。イーロン・マスクが創業に関わり、マイクロソフトが出資した AI の研究所です。で、誰でも無料で使えます。今のところプレビュー版ですけども、Google だったり、マイクロソフトのアカウントで作ったり、メールアドレスで登録したりすれば、誰でも使うことが可能です。で、このチャット GTP なんですけども、GTP3 という大規模 AI モデルっていうのが裏側にいます。実は翻訳や分類など様々な機能を有しています。さっきのデモでも作っていきましたけども、文面を作成したりみたいなことも可能です。いろんな機能を内包している、大規模単一モデルという言い方をしているというところもあります。で、この GTP なんですけども、API もあります。プログラム側から利用できる機能が備わっているということです。ですので、自社のアプリに取り込んだりみたいなことが、プログラムさえ作ればできますよということになっています。あとは、ネットとかでも話題ですけども、マイクロソフト、ビングがチャット、GTP に、裏側がなるんじゃないかみたいな話があります。利用申請をすると現在でもプレビュー版が利用可能です。Windows 版の Edge のみの、現在の対応のようですけども、実際に試してみることもできます。この Bing 版ですと、情報のソースの URL が書いてあったりとか、そういった便利な機能もあるので、Microsoft、Bing 使ってみたいという方もこちらも、利用申請してみてはいかがでしょうか。AI のモデルの詳細につきまして、ちょっと説明資料を入れたんですけども、僕のセッションの後で、園田先生の方からレクチャーがあるかと思いますので、こちらは、まあ、資料としてはご提供しますけども、後ほど読んでいただければと思います。GTP と、トランスフォーマーというところなんですけども、 GTP っていうのが、今までと違って、すごい多くのパラメーターと呼ばれるものを計算して出来上がってますというものです。その元になったトランスフォーマーというものなんですけども、Google が発表した AI のモデルなんですよね。そこから OpenAI が新しいものを作っていると。で、もともとトランスフォーマーは機械翻訳のために作成されたモデルでして、日本語から英語にするような流れの中で、日本語から英語、いろんな言語に変換できますけれども、日本語を入れると、日本語の質問に対して回答を出すと、言ったような感じで、いろんな言語に対応できますし、質問の回答にも使えるよというような使い方で、現在はチャット GTP の中で、単語の並びをどん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 生成していくことで、回答を作っていくというような仕組みになっています。詳しくは、園田先生の方でご紹介があるかと思います。
なぜ流行っているのかということなんですけども、誰でも触れることができます。GTP っていうもの自体は以前からありました。ですけども、研究者の方ですとか、技術者の方が体験することはできたんですけども、一般の方が触れるというのはなかなか難しかったんですけども、チャット GTP になって普通の人でも触れて、なおかつその体験を SNS 等で発表できますので、それによってさらにいろんな人が触るような流れになっているかと思います。で、先ほどデモでも行いましたけども、日本語で触れることも、可能ですので、チャット GTP の特徴の一つである、流暢さっていうのが、我々日本人にとっても伝わりやすいっていうのがあると思います。応用が、想像できるっていうのが、もう一つ流行っている理由としてあるかと思います。様々な情報、先ほど出てきたものもありますけども、応用も可能ですので、こんな応用してみたみたいなのを SNS で見て、さらにいろんなアイデアを出していくっていうようなことが、可能になっています。その応用方法なんですけども、今、出しているものがチャットだけじゃない使われ方ということで、いろんな使われ方があると思います。文章の要約だったり、翻訳っていうことにも使えます。出来上がった、内容を、翻訳したりっていうのもその場で、英語に翻訳してくださいみたいなことを打つと可能です。で、文章のひな型作成ですね。文面をひな型として作成してもらって、人の方はちょっと直すだけで使えるよっていう使い方ができるかと思います。この、ひな型の作成って実は文章だけじゃなくて、プログラムとしてひな型を作ってくださいなんてこともできますので、ある程度処理を書いて、これを、プログラムとして、出力してくださいみたいなお願いをすると、テンプレートが出てくるようなことができます。また出来上がった文章やプログラムの、動かないんだけど、どこか悪いとかはわかりますかっていう質問をすると、その回答もしてくれます。こちらの精度はそれほどではないですけども、人がゼロから探していくよりは、簡単に見つけることができるんじゃないかと思います。この使われ方、いろいろありますけども、誰かの仕事を奪うものではなくて、人の手助けになる便利な道具の登場と捉えるべきではないかなと思っております。さらに、先ほど出てきましたプログラムで、チャット GTP の機能を使える API っていうものが、提供されています。こちらを使うと、さらに業務に沿ったいろんな使い方が可能です。サポート業務などで、ボットで、問い合わせてきた内容に答えてあげるとか、担当者に振り分けるみたいなこともできますので、時間の短縮だったり、作業負担の軽減なども可能です。帳表の作成みたいなのにも使えると思います。こちらちょっと Excel っぽい絵が出てますけども、Excel の中のマクロから、チャット GTP を読んで、いろんな質問に一覧で答えてもらうみたいなこともできますので、レポートの作成だとか、分析資料を作るとか、調査しますとか、そういった用途でも使っていただけるかと思います。また自社のサイトやアプリの中に取り込んで、自社のサイトの案内だったりとか、商品の説明みたいなことに、チャット GTP を活用するということもできますね。あとは、大量にあるアンケートや SNS なんかを分析するような用途でも使っていただけるかと思います。大量のコメントが、ポジティブが何割で、ネガティブが何割みたいなことも、割と簡単にできますので、いろんな活用が可能かと思います。業務に関わる仕組み、API を使って取り込んじゃうと、効率化に貢献できますよというお話です。で、そのチャット GTP の訓練方法なんですけれども、追加学習という方法があります。ファインチューニングとか、
移転学習みたいな言い方をしているところもありますけど、厳密に言うとちょっと手法が違ったりもするんですけども、まあ、それらをまとめて追加学習という言い方をしているところもあります。大規模の AI モデルをゼロから作るのは今もう難しいような感じになってきてます。大規模だったりもしますし、データの用意だったり、学習のコストっていうのが結構かかるんですよね。ですので、もう公開されている大規模なものを、追加学習して、自分たちの業務に当てはめていくっていうのが今後の流れの、主流になってくるんではないかと考えています。チャット GTP の元になっている GTP3.5 なんですけども、こちらも API を使って追加学習が可能となっております。トライ、チャット GTP っていうのを押しますと、初めて使う方ですとこんな画面が出てきますので、サインアップしますと、まあ、こんな感じで、メールアドレスを入れるか、Google でログインするか、Microsoft のアカウントでログインするか、みたいなことができますので、こちらで、アカウント作っていただければ、どなたでも使っていただくことができるようになっています。私もアカウント作ってありますので、ここからはチャットの方にログインしたもので、見ていきたいと思います。こちらログイン後の画面がこんな感じになっています。下の方に文字が入力できるようなものがありますので、こちらにいろんな質問を投げかけると AI が答えてくれるという形になります。英語の文面が並んでいますけども、普通に日本語を打つことができます。いろんな質問ができるんですけども、例えばですね、日本の3月の伝統行事を教えてくださいと、投げかけてみます。そうすると、こんな感じでちょっとずつ文字が出ていくんですけども、AI の方が答えてくれるという感じで、いろんな質問を投げかけると、それに合った答えを返してくれるという使い方です。まあ、割とどんな質問でも返してくれますし、答えられないものは答えられないと返ってくるので、まあ、怖がらずに入力してくれればいいかなと思います。箇条書きでこう出てきてますよね。で、ひな祭りですとか、節分の日ですとか、いろいろ出てきてますね。結構こう、同じ問い合わせをしても、そのたんび違う答えが返ってきたりするので、いろいろやってみていただければと思います。ちょっと面白い機能をいくつかお見せしたいなと思うんですけども、上記を一覧表にしてくださいと、打ってみますと、こんな感じで表になってくれたりします。まあ、普通、の AI ですと、再度日本の3月の伝統行事を一覧表にしてくださいみたいな書き方をしなければいけないかと思いますけども、このスレッドの中身の、テーマを理解してくれて、上記をって書くだけでやってくれるところもちょっと特徴の一つかなと、思います。ちなみにこの出てきた一覧表、Excel とかにコピペで使うことも可能です。チャット GTP の限界と今後の展望という最後のセクションなんですけども、注意点といたしまして、最新情報は返ってこないんですね。2021年までの情報を学習してます。ですので、今の天気だったり、交通情報みたいな最新の情報は返ってきません。また回答が真実とは限らないんですよね。テキスト生成を行ってますので、出てきたものに関しては、必ずファクトチェックが必要です。特に、マスコミの皆さんがプレスリリースの文明を作ったりですとか、ニュースの文明を作ったりっていうのに利用可能だとは思いますけども、その、出てきた文明を本当に確かなのかのチェックは、必ず必要になってきます。また倫理面ですとか、問題がある場合もありますので、そこのチェックも必要かと思います。最後に、チャット GPT の競合ですね。そちらの情報が、
先月2月だけでもこれだけ、だだっと出てきてるんですね。いくつか紹介したいかなと思いますけども、一番有名なのは Bard って言ってるものですかね。Google が、チャット GPT の競合として、出してきたものです。こちら、Bard に限らず全部並んでいるものは、ほとんどは普通の人が試すのはちょっと難しいかなというものです。回答が間違っていることで株価が下落しましたみたいなニュースもあったりしますけども、他にもいろいろ出てきてます。フレックスジェンっていうのが、リソースを大量にしない、使用しないで自分の環境で作れたりですとか、ステーブルディフュージョンの開発元が、こちらもチャット出しますよって言ってきたりですとか、Facebook のもう会社ですね、メタが、こちらも発表してきたりですとか、次々出てますので、もう注目が目が離せないような、ジャンルになってきてるかと思います。はい。私の、発表の時間、短かったんですけども、駆け足になって申し訳ありませんが、私の発表以上です。ありがとうございました。